いちご味のソフトクリームソフトクリームは牛乳などを主原料として作られた柔らかい食感の食べ物。コーンカップの上に入れて食べることが多い。英語ではソフトサーブアイスクリームといい。ソフトクリームは和製英語。ソフトクリームのルーツは4000年前の中国と言われている。長時間に詰めた牛乳を雪で冷やして柔らかく固めて。 のり状にした評価で、食感はシャーベットに近いものであった。1931年、アメリカ合衆国で、アイスマシンとフリーザーを一つの箱に収めた、オートマティックソフトサーブマシンが開発され、現在目に、するようなソフトクリームが誕生した。日本では、第二次世界大戦後の1951年7月3日に、明治神宮外苑で進駐していたアメリカ軍が、 アメリカ独立記念日を祝ってソフトクリームの模擬店を立ち上げた。この時初めて日本にソフトクリームが紹介された。日本ソフトクリーム協議会は1990年にこの日を記念して7月3日をソフトクリームの日と制定した。この年の9月には百貨店で本格的に販売され人気を呼んだ。ソフトクリームメーカー。 エレクトロフリーズ 30TRMT 基本的な原材料はアイスクリームとほぼ同一であるが、ソフトクリームの場合は調合した液体原料をソフトクリームフリーザーと呼ばれる専用の機械に直接投入し、機械の中で高速攪拌しながら冷凍させて、原料の中に空気を注入させていき、一定の柔らかさが得られたところで原料を機械から取り出す。 一般的には回転している機械の中からレバー操作で絞り出すものが多い。牛乳が主原料であるため、落農牧場の売店では必ずと言っていいほど販売されている。観光地では基本的なフレーバーに加え、その地の特産品を用いたソフトクリームを販売することも多い。ありがとうございます。